笑ったり喧嘩したり気が抜けない Everyday Rolling Night。 たとえどんなことが待ってるだろう、僕たちのスペシャルデイ。息を切らし交し番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。頭痛がする。毎日読まされる大量の資料、分刻みのスケジュール、心動かされることなどない、毎日の繰り返し。いやー、Kが来てくれて本当に助かったよ。これで上海支社も安泰だ。会議に出席すれば帰ってもいいってことでしたよね。明日は上海工場の取引先との会食があるんだ。お一人でどうぞ。しかし先方がぜひ K のチャイナ服姿が見たいと言ってて。色物会社ですか、うちは。安心しろ、俺も着るぞ。えへ。頭痛がする。この頭痛に原因があるとすれば、それはただ一つ。Where are we heading to? With you, I could go anywhere. Even if our destination was hell. Oh, Clint. もしもし、K 君？ヤヒロか。何ですか？かわいそうにね。学生なのに労働させられてさ。ご同情ありがとうございます。それで何の用ですか？いいのかな？そんなところでのんびり仕事してて。ひかりちゃん、明日デートらしいよ。まったく。頭痛がする。こんな馬鹿げた状況はもうたくさんだ。ひかり、変なことに巻き込んでごめん。いいさ、そんなことより母ちゃんに本音が言えてよかったじゃないか。うん、まあな。上海はもういいのか？ヤヒロから電話があったんです。聞きましたよ、ただしとデートだったそうで。なんでヤヒロが知ってんだ。
地獄耳かよ。本当にどうしてくれましょうか。約束したはずです。テストで勝負に勝ったら光の一日をいただくと。な、何をするんだ。ピンポー。お前な。な、なんかあったのか。私に相談があるとかか。光、なぜ目いっぱい離れて座っているのですか。だってな、お前怒ってるみたいだしな。なんというかあれだ。うん、あれなんだ。別に怒ってません。そっか。そう、わかってる。彼女は何も悪くない。俺が勝手に。ところで、どこへ行くつもりなんだ？そういえば、昨日見た映画に同じようなシーンがありましたよ。子供の頃にも見た記憶がある。二人きりの車内。女が尋ねる。どこへ行くのかと。男はこう答える。あなたとならどこへでも。それはたとえ地獄でも。おい、地獄って。私はごめんだぞ。っていうかお前少し変だぞな、滝島。なんか熱いぞ。しっかりしろ、滝島。滝島。そうだ、昔あのシーンを初めて見た時、俺は思った。誰かと地獄に行くなどごめんだと。理由も目的もなく一緒にいたい人間などいるはずがないと。じゃあ大丈夫かな。医者は 2,3 日安静にしていれば平気と言っていたが、ストレスと疲労が相当溜まってるらしいな。そりゃ毎日学校行って会社の手伝いとかもいろいろして、兄ちゃんが遊んだりゆっくり休んだりしてるところあんまり見たことないもの。倒れたのは初めてだ。そうか。だから滝島は私に一日くれと言ったのか。きっと遊びたかったんだな。うん。だったら普通に遊ぼうと言いやいのに。なあ、スイ、滝島のお母ちゃんは？仕事でずっと海外へ行ってるよ。そっか、不在なのか。滝島には看病が必要だ。あ、なあスイ、病人といえばおかゆだよな。何するつもり。爆発したわ。おかゆ作ってたんじゃ。何事もなかったようにかき回している。俺のために作ってくれたんですから。
自分じゃ無理なのか。はい。そうか。よし、任せろ。ほら。いきなりですね。すまん。すぐに冷やすものを。しまった。すみません、光。え？おかゆ、せっかく作ってくれたのに。いいんだ、また作ってやる。熱下がらないな。そうだ。何？今度は何よ。氷は勝ち割りが一番だって高校球児が言ってたからな。間違いない。これよく冷えてるからな。これで熱も一気に下がるはずだぞ。滝島、さ、横になれ。ふん、重っ。もう安心だからな。とうわっ、すまん。しまった。着替えが。これか。何？自分じゃ無理だって？そうか。よし、わかった。急がないとな。兄ちゃん！すみませんでした。ついにはちゃんと説明しておきましたから。ああ、それより起きてきて大丈夫なのか。滝島、少し外の空気が吸いたくて。ほら捕まれ。お前すごくフラフラしてるぞ。はあ、彼女はいつもフェアだ。勝負の時はもちろん、その優しさも公平だ。多分ただしとのデートも人助けか何かだろう。綺麗だぞ。ほら、彼女は優しい。俺だけでなく誰にでも分かっていたって。その公平さがたまに憎くなる。滝島、飛びそうになったか。おい、ちょっと大丈夫か。まだ体熱いぞ。光、熱全然下がらないみたいだな。もしかして私がいない方がゆっくり眠れるんじゃない。ダメだ。ダメです。約束しましたよね。テストで勝ったら光の一日をいただくと。おい、お前本当に寝た方がいいぞ。いやだ。だってそれじゃ治らないだろう。俺が寝たら夜になって光は帰ってしまっている。だから
起きてます。アホか、ちゃんと寝てろ。お前、私にいつも何て言ってるか覚えてるか。無理するな、無茶はよせ、ほどほどにしろって。今こそそのセリフそっくり返してやる。いいから寝ろ、安静にして12時間は起きるな。いいか、お前が寝るまで。寝たようだな。よし。どこへ行くんです？どこでもいいぞ、みんなで楽しめるとこならな。どうしていつも光に関してだけはうまくいかないのだろう。他のことなら何だってうまくやれるのに。彼女はいつもこうして俺を驚かせる。色褪せた毎日の中で良くも悪くも俺の心を動かすのは光だけ。そういうことを恥ずかしげもなく聞かないでください。お、なんかいつもの滝島だな。帰らなかったのですか。ああ、母ちゃんにはちゃんと OK もらったぞ。それになんかお前いつもと違ってて面白かったからな。それは失礼いたしました。というのは冗談で、本当は心配だったんだ。お前あまりにも弱ってたから。それでな、考えたんだけど、お前ストレスとか溜まってるみたいだし、嫌なら別にいいんだが。あ、そのね、何です？来週の日曜日遊ばないか。ほら、気晴らしになるだろ。ならんか。どこへ、どこへ行くんです？どこ、分かってる。彼女はきっとこう言うだろう。どこでもいいぞ、みんなで楽しめるとこならな。どこでもいいぞ。滝島と一緒ならどこでも楽しそうだ。それにな、罪滅ぼしもしたいんだ。は？罪滅ぼし？ほら、ハワイでお前にキスしただろ。好きでもない女にそんなことされて気の毒したな、と。罪滅ぼしですか。いろいろ迷惑かけたしな。いつでも
俺の心を震わせる唯一の存在。だから楽しいのでしたね。なんだ、なんで笑うんだ。いえ別に。なあ滝島、本当にどこか行きたいとこないのか。どこでもいいんだぞ。あなたとならどこへでも。え、光。はい、これでキスの件はチャラです。ふざけるなこら。お前二度と私に近づくな。こっからこっちは来るなよ。それじゃあ看病できませんよ。うるさい、お前は元気だ。まだフラフラですよ。お前の病名はあれだ、変態病だ。一生治らん。では一生看病してもらいましょうか。いやだー、こっちこら。この手から出るなんて。もうもうもう。光、日曜日はどこへ行きましょうか。俺本当に光とならどこへだって行きますよ。晴れるといいですね。といえば正しくに決まってるじゃないか。え、みんなこと言ってないって。だよね。また次回。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。